旅ちょっとしゅうチャンネル。皆さんこんにちは、しおちゃんです。門司港から小倉への移動の途中に、以前は視察船、現在は博多門司港間で運用されている喜三郎、新平、ヤマセミ、カワセミと運用離脱している2連の783系に出くわしました。各ドアには立ち入り禁止の紙が貼られていました。本日もご視聴ありがとうございました。